ねえって、どこ行くの？監督って誰のこと？ねえ、今どの辺に住んでるの？聞いてる？ねえってば！あんたどこ中？ヤンキー女子。ちなみに、あんた彼女とかいるの？いないからスキャンダルもクソもない。そう。ふーん。私、そこまで可愛く…いや、可愛いだろ。俺も水郷でアイドルやってくれなんて言わない。有馬はそこらのアイドルよりずっと可愛い。え、でも…頼む、アイドルやってくれ。無理。頼む。やらないって。有馬のこと信頼して頼んでるんだ。もう何度言われても無理なものは無理。え、アクアが恋愛？こんな番組なんで受けたんだろう。有馬。有馬かな。なあ、今から学校サボって遊び行かね。行く。一番人気はユキ。でも最近黒川茜も調子いいみたいだし。実際のところあんたは誰狙いなの？あくまで仕事だからそういうのはない。でもタイプとかはあるでしょ。年下が好きとか年上が好きとか。難しいことを聞くな。ま、ある程度上の方がいいのは間違いないけどな。年上好きってこと？へえ。へえ。最悪、死んじゃえばか。なんでアイドルやるなんて言っちゃったんだろう。お疲れ。ありがとう。いらない。あっち行ってよ。そうだな、毎朝走り込みと発声欠かさない努力家。口の悪さがコンプレックス。自分が評価されるより作品全体が評価される方が嬉しい。実はピーマンが大嫌い。えっ、私のことめちゃくちゃ見てくれてる。嬉しい。てか深いとこついてくるな。やば、ピエヨンちょっと好きになっちゃった。この人本当に好きになれそうな気がする。もうアクアなんてポイしてこっち好きになろっかな。お疲れ様。ありがとうございますピエヨンさん。いや、ほんと優しいわ。どっかのアクアとは大違いね。アリマちゃん、アクタンのことそんなに嫌いなんだ。好きになる要素一個もないわよ。なあ、子供の頃はまだ可愛げがあったのにね。あれ、付き合い長いんだ。そうよ、小さい頃現場でね。アクアと私がまだ3つとか4つの頃、あんなやつ一度会ったら忘れられないじゃない。え、昔からずっとあいつが脳裏にいたのよ。あの頃は天使みたいだと思ってたのに、あんな憎たらしく育っちゃって。私の思い出を汚さないでほしいんだけど。ピエヨンのマスク、堅くなに取らないから気になってたのよね。あのマスクの下はどんな面してるのか。顔して何してんのあいつ。ねえアクア、今がちの茜とはうまくいってるの？いや、まだあれから会ってない。そうなの？そりゃただの仕事相手だしな。仕事？
そうよね、あの黒川茜があんたなんかに本気になるはずないもの。そういうこと？有馬ちゃん、白炭のこと。レッスンの時、ピエヨンの中身あんただったんでしょ？なんでそんなことしてたわけ？だって、お前、俺と話してくれなかったじゃん。それだけであのクソ熱い被り物して走ったり踊ったりしてたわけ？せーの。でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら、心は進化するよ、もっともっと。